はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。プロジェクトクロスゾーン2、では前回の続きからやっていきたいと思います。まあ16話そのまま進んでいきましょう。最近ちょっとね、出せないやつが多くなってきたんで、モリガンとか多分レベルが出遅れてると思うんですけど、サイバースペースの状況は今話した通りだ。また協力してもらえないか、アウラ。わかった、システムが完全に復旧次第調べてみる。タメ語か。お願いね、ハヤトは。必ず元に戻してあげたいの。うん、何か分かったら知らせる。そうなると次は、俺たちのログアウトか。ログアウトはできると思う。でも、アイダの影響で場所は安定しないのかもしれない。龍騎1号が動けるスペースがあれば、構いません、どこでも。水上でもいいのよ。湖やダムみたいな。水も行けるのか、この車。伊達に亀の形はしてないな。海に浮かんで、甲羅の部分で日焼けも楽しめるのよ、本当に。あ、焼きたい。わしも貝殻の水着をさっそうと着こなしてじゃな。上部走行の上で直射日光か。鉄板の上にいるのと変わらん。焼く意味が変わるぞ。水着も売ってるから大丈夫。ほら、紐のやつもあるから、ちゃんと。そんなの来ません。水着はともかく、行く場所は決まったわね。アウラ、できれば渋谷がいいんだけど、お願い。わかった。みんな、車に乗って。その前に、一つ聞きたいことがある、アウラ。何、ハセオ。7年後、リビジョン2にあんたはいない。それはなんでだ。そんなん知るかよ。今から未来の話されても、そんなんわかるわけねえだろ。わからない。ここにいるのは今の私。未来がどうなるかはわからないから。この世界をどうするか、それは人が決めること。人と人の思いの行く末に、この世界の未来はある。なら、リビジョン2の俺たちの未来は。あんたは捨てるのか。そのせいでアイダが、そしてシノは。ハセオ、今の私には未来のことはわからない。ただ少なくとも今のザ・ワールドはまだ私の力を必要としている。じゃあ俺たちの時代には俺たちには必要ないっていうのか。ハセオ、アウラは何も知らないんだ。ここは7年前なんだよ。強い力、使う人の気持ち一つで救い滅び、どちらにでもなる。あなたも力を持つならその意味わかるよね。わからん。すまねえ、アウラ。ログアウトやってくれ。まったく不安にさせることを言う、お前は。全員乗ったようよ。龍騎1号、各部異常なし、まったく。よし、じゃあアウラ、ログアウトやってもらえるか。わかった。デジタライズを解除、リアルへの転送を開始。まあアウラに任せとけば何の問題も全くありえないじゃろうから安心じゃ。早く車体の下に。お、ここであったが100年目、必ず一泡吹かせて思い知らせてやる。カブ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 、いっぱいいる。ここはどこだ。全くわからんとこに出てきたな。またサムソー。ここは湖ですか。ダムじゃないこれ。確かにダムとか水上でもいいって話はしたけど、どうやら水着はお預けのようじゃな。女だらけの水泳大会、激しく開催中止のピンチのようです。やろうと思えばやれないこともないんじゃない。いや、無理ですよ。耐水スーツはジルさんだけですから。氷が張ってるし、霊媒師の修行になっちゃうよ。しかもスペシャルコース。その前に確認すべきことがあるぜ。ここは現実の世界なのか。それは間違いないと思う。サイバースペースからは出ているよ。ここはダブの跡地らしいが、随分荒廃しているな。朽ち果てたというより破壊されたって感じね。あちこち食いちぎられたような壊れ方、見たことがあるような気がするわ。調べてみるべきね。少し様子を見てくるわ。操作の基本は足か。仕方ないだろうな。刑事さんはみんなこうだな。俺も行こう。何があるかわからない。ま、ちょっとした観光気分だ。おかしなことがあったらすぐ戻ってくるぜ。寒いのは苦手でな。ここに任せる。あまり無理はするなよ。じゃ行こうぜ。何かあれば伝える。わかった。龍騎1号のメンテナンスが済んだらこちらから合流する。
遠くまでは行かないつもりだが了解したよ。ん？また二手に分かれる系かこれ。では我々はこの場所のリポートを始めたいと思います。浦島、メンテを急ぐんじゃぞ。軽く言わないでほしいのよ、大変なんだから。そう言われても私たちじゃ手伝えないですし、それぞれができることをすればいい。俺たちはこのダムの周りを。動体反応、接近してくるものがあります。ん？あいつら引き返してきたのか。これはなんだ、虫？何あれ、でっかい虫？あんなのがいるってことはここ目的の時代と違くない？可能性はあるな。キャプテンたちは大丈夫なんだろうか。そうそうやられるメンツじゃないとは思うけどね。この怒涛の急展開に我々はどのように対処すべきなのでしょうか。いや、かっこ撃破でいいでしょう。無駄に戦闘する必要はあるまい。博士、車両は脱出できるのか。戦闘しないの？どうせ戦闘することになるでしょ。メンテは済んだんだけど一通り。はいやイグニッションキー、どこに行ったか知らない？は？イグニッション？車を動かすために必要な鍵のことだよ。それがないとはどういうことだ。それじゃあ多少の無茶は承知の上でイグニッションできんちゅうことかの。紛失したのですか。キーを刺したまま動力室に行ってたの、ちょっと。で、帰ってきてたら鍵がなかったということですか。私たちは車両に入ってませんが。動けないとまずい。よく探してくれ博士。その必要はないかぶ。え、ちょっと誰？どこかで聞いたような。金色だ。ブカブカブ、ステファニー。久しぶりかぶね。総演のカイト。お前はステファニー？こいつザワールドから。車の下に潜り込んできたゴブ。着水した時は冷たかったゴブよ。むやみに盛り上がってきました。カイトさんのライバルたちの登場です。いや別にそういうわけでは。ちっ、バイクがあれば吹っ飛ばしてやるのによ。鍵を探す必要はないって言ってたけど、まさか。これゴブでしょ。それこそ私の龍騎一号のイグニッションキー。間違いなく。この状況どういうことか分かっているゴブよね。お前をぶっ殺せばいいってことだよ。え、どういうことでしょう。私と鬼ごっこして見事勝利したらご褒美をあげるゴブ。鬼ごっこってなんだよ。ここに到着するまでに奴らを倒す。なんか光ってるけど。とにかくキーを取り戻さなければ身動きが取れなくなる。追うぞ。困ったことになっちゃった。鍵を持ってるのは誰？さて誰ゴブね。なるほど、誰かわからないってことね。片っ端から倒せばいいっしょ。行くよ。始めるゴブよ。あの光ってんのが気になる。OK。そうすると、ちょっと、ユニットを見とかないと。適当に、まずは入れとこう。一人、入れねえ。ワルキューレが入れないのか。どうしようかな。こいつは新顔だしな。ワルキューレだったら、ちょっとこの子。いや、じゃなくて、この子と交換しよう。リポーターしててくれ、君は。OK。また二手に分かれるケースね。ユニット配置で、機動力の高いやつがいない。両方とも向こう行っちゃったのか。そうすると、カイト。ムーブ5。こいつムーブ4でしょ？ あれ？あ、違う。コスモス。コスモスはムーブ4。だから、カイトここに置くでしょ？コスモスムーブ4だったな。アリスレイジは5。ロックマンも5。デミトリーも5。クリスとジルが4。こいつと交換しよう。これでいくか。OK だ。ステファニーが1体でもゴールエリアに入るとゲームオーバーです。すべてのステファニーを逃がさないように考えて行動しよう。考えて行動しよう。そうしないと間に合わないの？こっちからどう行くんだ？そのまま上に行く感じか。
あの光ってんのとか絶対宝箱でしょう、これ。宝だね。さてさてさて、そうすると、こっちとかに宝あるのかな？ある！あそこに見える。めんどくさい。まずはステファニーを、迎撃するか。だから、少し、こっちに行きつつ。始めましょう。作戦通り。4個がきついな、やっぱり。動くね。俺たちか。ちょっと待って、戦闘のやつから動いてこう。いいぜ。引っかかるとあれだかんな。ってことはあいつらは4歩しか進めないのかな。了解です。だって5歩し5歩5歩だったら多分間に合わないっしょ。4だね。精神コマンドの加速的なものがないからな、多分。移動力は増やせないっしょ。参りましょう。行きます。了解。やっぱりクリスとシルが遅れてんな。ま、適当に。これは絶対陰謀だ。いいかもよ。ムーブ6のやつをこっちの舞台に入れないっていう。大丈夫よ。私ね。行くぞ。ちょうど一ターン分遅れてるからな。これ考えて行動しようってさ言ってもさ、もうだってそのまま行くしかないでしょ。うわー、なんか来たよ。しかも、あら、小さくて可愛いこと。向こうから誰か来る。ホームズ。またわかんねえやつが来たよ。ナナさん、待ってください。先に確認しなければならないことがあります。ああ、そうだった。この格好超寒いだろ、右のやつ。シエルちゃん、あれじゃない？あのでっかい赤い車。そのようですね。周りにいるのは民間人でしょうか。これを見て民間人って思うか。大きな武器を持った女の子。あんなものを持ってうろつく娘がいるんじゃ。ここは俺たちが知っている世界じゃないな。だが、あの武器、以前似たものを見たような気がするな。なんか民間の人じゃないっぽいよ。ですが、明らかに戦闘向きではない装備の方もいらっしゃるようですね。え、それ誰？あ、そうか、格闘のやつらか。そりゃギャグで言ってんのか。ふざけた格好しやがって。別にふざけてないよ。あ、ゴッドイーターなのこれ。イーターなんて大体こんなんだよ。皆さん、避難をお願いします。ここはフェンリル極東支部、特殊部隊ブラッドの作戦区域です。大型種の荒神も近づいてきてるから危ないよ。フェンリル極東支部に荒神、そしてゴッドイーター。そういうことか。そういうことってどういうこと。ここは日本は日本だが60年近く後の未来ということだな。え、なんか変なこと言ってる。シエルにナナと言ったが、つい最近俺たちはゴッドイーターと一緒に戦った。アリサ・アミエーラというゴッドイーターを知っているか。おっぱいの下が出ちょる赤い武器の娘じゃ。アリサ・イリーニチナ・アミエーラ、独立支援部隊クレードルのアリサさん。そういえばクレードルの人たちって3年前に不思議な体験をしたって聞いたよ。他の世界や時代に行ったって話、夢じゃないのかなって思ってたけど、3年前、そんなに経ってはいないはずだが。少なくとも彼女らがゴッドイーターなら俺たちの味方だ。協力して乗り切ろう。クレイドルの関係者確認できればいいのですが。え、オペレーターに連絡は。先ほどから電波障害で音信が不通になっているんです。じゃあとりあえずお近づきの印にこれを。なんか変なの持ってる。信用してくれとしか言えないけど、そこの黄色いやつに車のキーを盗まれたのよ。持ち去られるわけにはいかないの。お願い、協力して。なんか困ってるみたいだけど、どうしよっか。ナナさん、待ってください。敵の気配を感じます。来る。おっと、出てきたね、荒神だ。ちなみにゴッドイーターは最初のやつしかやってないっす。だから新しいやつはわからない。ザコどもが集まってきたか。
なんでこんなに？そんな情報なかったよね。荒神の中に観音師がいます。それが呼び寄せているのでしょう。敵の数が多い。ここは協力して切り抜けましょう。仕方ありません。この区域の荒神を掃討します。みんなよろしくね。私ナナ、こっちはシエルちゃんだよ。黄色いやつから車の鍵を取り返すんだっけ。ああ、よろしく頼む。あ、そうそう、アバドンって飛んでる荒神結構レアなんだよ。できたら逃げられる前に退治しちゃって。了解です。善処します。本意ではありませんが共同戦線を展開します。マジか、結構いろいろ難題を突きつけてくるな。追撃特殊部隊ブラッド。これがアバドン。おいおいおい、マジかよ。結構嫌な位置にいるな、アバドンは。 4のキャラクリスで間に合うかな。ちょっとクリスを向かわせて、間に合わなかったらちょっと諦めよう。もう、あ、こいつもアバドン。もしや全然違う。サイゴート。アバドンってどれ。あ、さっきのちっこいやつか。じゃあ大丈夫だな。大丈夫かどうかは知らないけど、そうか、こいつの横を通ろうとすると機動力が低下するから、結構めんどくさいことになってるな。倒せるときに倒す。3100くらいだったら全く問題ないな。みんな敵から離れてください。見ないで。これは全体攻撃もちょっと視野に入れるべきだな。全体攻撃というか複数攻撃か。始めましょう。近接。ブロックは持ってないか。一発だな。OK。全然なんか届く気配がしないけど、あとはこいつか。これを取ろう。まずはオープン。回復状か。うん、大丈夫だよね。何の根拠もないけど。めんどくさいやつらだ。反撃。ダメか。クリティカルをうまく出せてれば倒せたかもしれないな。反撃を開始。エンゴがいないからな。タイミングは全然つかめない。ちょっと高かったか。ナナさん、焦らず行きましょう。さて、了解。一番右のやつはいけっかな。1486、やべえな。全体攻撃。あれ、こいつは全体攻撃ないのか。なんか毎回言ってる気がすんな。ゴブゴブ弱い。絶対こいつじゃない。そもそも絶対最後のやつでしょ。残念だったゴブね。鍵を持っているのは私じゃないゴブ。私って言うんだ。爆発した。私ね。了解。一番左のやつが結構進んでるな。でも一発で倒せれば、こいつに任せればなんとかなりそうだな。一応向かうか。反撃できるときに反撃しとかないとこいつは邪魔になるからな。5500。皆さん張り切っていきましょう。ブーシー行きます。ガストノッチビッグの術。見ないで。行くぞ。シャオモンウザ
OK。 あとは SP がどれくらい残ってるかだな。反撃しすぎると SP がなくなるから、なんとかなんとかなんとか全然読む気なし。倒せるときに倒す。5500。一応なるほど、先生の力を借りるか。逆転させる。さすがドットハッカー。デミトリー狙ってきたか。最近全くこいつ戦闘出してないからな。11レベルか。狙うはやっぱりコートシュー。ハッピーブラックホールよ。まずはコキッと。ちょっと痛い？はい、ドーン。倒せるよね。大丈夫だよね。倒せなさそう。弱い。マジで弱いこいつら。おお、アバドン。防御しかできない。てか応戦しなくていいや。SP 減っちゃうから。結構厄介もんだな。了解した。クリスでこいつを倒そう。どう倒す？4000か。遠距離から詰めていくぞ。誰が OK？ 今なんか2700とか出なかった。え、誰もいないだろ。お前弾の無駄だよ。なんて贅沢な使い方をしてるんだ。そうか、こいつを倒さないといけないんだな。ロックマンは全体攻撃がない。こいつは全体攻撃があるな。使うか。だからこいつここに移動して全体攻撃を追うと、始めましょう。夜の闇に飲まれるがいい。ミッドナイト。レスキュバン。おやすみなさい。135残ってる。倒してねえし。マジかよ。なんか取得したな。どんだけ弱えんだよ。私たちだね。いいですよ。コスモスが4歩しか進めないからコスモスで倒そう。こいつは。いや、計算が狂ったな。なるべく攻撃を続行して少しでもポイントを貯める。 OK。 でアリステージいけないか。ロックマン、こいつどうしよう。下に行こう。パワーはまだ大丈夫だよね。なるべくゴブリンが来た時に追撃できるように。反撃、一回しか反撃できないな。こいつのマジクリティカルタイミングが全然わかんない。てか勝った。あいつ来ちゃうな。反撃、バジュラか。必殺技使ってくんのか。放電、いて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 。結構食らう、結構食らう。重いんだねこいつ。ロック解除、あとは当てるだけだ。ここからよ。スナイパーライフル。おお、全然。てかすっげえヒットポイントある。6万8万くらいあったか最初。崩しになったけど。踏み込むぞ。クリスフォローするわ。節約があだに。おお、クリスいけるか。あっちにこいつすげえな。動かない割に射程がすごいってキャラか。任務開始。
攻撃をしながら、ちょっと見えないんだけど、ヒットポイント減ってるけど 85%。 ちょっと待ってね、反撃で食らって死んでもやだしな。回復だけはしとくか。でこいつを倒すのにやっぱりちょっと技を使うから、あれ買ってきてねえな、揚げパフェ買ってくればよかったな。じゃなくて121あるから、あいつは攻撃で倒せる。先にこいつを攻撃しよう。やるべきことをやれば。遠距離から詰めていくぞ。バカだ、そこだ。車線が通った。当然だ。入り抜く。これでチェックメイトだ。崩しになってて、よし、気合ったか。まあいいや。オーケーオーケー。でかいからな、どこにクリティカルになるか分からん。ここよ、クリス。よし、クリティカルになった。しぶとい相手には。しぶとい、確かにしぶとい。27000。だが気絶した。デミトリーでこいつを攻撃しよう。もう1985。これは絶対大丈夫だ。俺の経験値になってもらう。そこまで。経験値ゼロ。何なのこの経験値ゼロって。こいつ、わ、ここにもいるのか。荒神69523。かなりのヒットポイントを誇ってるな。これは合わせやすいな。威力 B だけど。長谷尾くん頼みますよ、本当に。よし、こいつは倒した。雑魚が。油断したかも。ご主人様。ここまで走って悔いはないゴブ。鍵もないゴブよ。ゴブゴブブブ。何なんだこいつは。一応回復できるやつを回復しておこう。オーケー。コスモスがだいぶ遅れてんな。これどうしよう。左行った方がいいかな。もう間に合わないな。援護に行こう、左に。防御はあれか。まあ、雑魚敵の場合は、応戦しなくても大丈夫でしょう。じゃなくて防御しなくても大丈夫でしょう。来たー。こいつは使ってくるのか？使ってくるねー。おお、強そうだ。無駄。油揚げをちょっと買いに行こう、後で。え、どっから来たんだよ。いっぱいいるな、こいつ。気絶してるから、ちょっと、待とう。援護に行くべきか、こいつを倒すべきか。こいつのヒットポイントを見よう。何万とかあったら。4900か。多分一発で倒せんな。わかりました。いや。念には念を入れて。で、長谷尾くん。準備完了しています。おお、もう一ターンかかるか。ま、いいか。いいですよ。アリスレイジでこいつを倒す。ゴブリンはなんとかなんな。あとは最後の一人に任せるゴブ。ゴールドゴブリンズに栄光あれ。ゴブ死んだのこれ。キャラクター的に死ぬようなキャラクターじゃないんだけどな。だいたいこういうのはしぶといんですよね。でこいつはもうこいつを倒そう。ブロックはないから、これがね、すげえ上がっちゃうんだよね。このゴブリンをちょっと足止めしよう。で
どうしようかな、気絶してるからな。あー、1個しかないか。まあいいや、使おう。惜しみなく使う。あれ、どこクリスジル。分かった。で、今どっちになってる、こっちになっちゃってるから、バジュラに標的を当てて、気絶してるから、そいつの弱点はあれなんだよね。ダメージがいっぱい通るんだよね。クリティカルになってるし。距離なら外しようがないぜ。行け。逃がさない。狙い撃ちだ。突貫するわ。打ち砕く。倒す。倒します。よし、倒したー。よし、片付いた。OK、627、だいぶ経験値もらったな。こんな状況。4万とか。感染種がいると、こういう大変なのが集まってきちゃうんだよね。私たちにも、そいつに引っ張られてここに着陸したのかな。荒神以外に影響はないということですが、何がどうなるかわからない世の中だからね。ずいぶん達観してますね。そういう世の中なんだよ今は。いいゴブよ。お前の命も終わりだゴブ。反撃で倒そう。やれ。少ないチャンスを生かさないと。突貫するわ。狙い撃ちだ。いい位置だ。ロック解除。あとは当てるだけだ。打ち砕く。なかなかいい動きだったぞ、ジル。よし、左のやつも倒せそうだな。おっと、こいつここから攻撃をしてくるか。今度はね、宝箱マジで。毒った。毒を直そう。了解。いいよし、あいつも倒す。準備 OK。 こいつでゴブリンを排除しよう。ヒットポイントめっちゃ少な。かわいそすぎる。かわいそゴブ。見事ゴブ、2度ならず3度までも。車の鍵は返してもらうよ。これゴブね、男とゴブリンの約束ゴブ。さっさと返せばこんなことにはならなかったのによ。それが我らの生き様ゴブ。そしてゴールドゴブリンズは不滅ゴブ。いつかまた必ず復活するゴブ。7年後くらいにゴフ。なかなかユニークなキャラだな。ザ・ワールドに戻ったのかな。アウラがうまくやってくれるといいけど。ともかく鍵は取り戻したぜ博士。ご苦労様、本当に。終わったらすぐ持ってきて。とりあえず持ち逃げは防げたか。あとは残りの敵だが。取り返しました。なもん見りゃわかる。あとは敵を殲滅する。準備完了しています。よし、とりあえず合流はできたな。はい、まあ、うちも1900しかないし。飛んでった。あれ、なんか来たよ。おお、人間、民間人でしょうか。顔怖っ。この人も仲間。はい、そいつは仲間じゃないし、それも食べないわ。ネメシス T 型がなぜここに。ウスタナクもいるだと。どういうことだ。ステファニーらと違って龍騎にくっついてきたわけじゃなさそうじゃな。別の場所からこの時代に入り込んできたよね。まさか資料で見た3年前と同じことがまた。ここは僕たちの時代とつながっている。間違いなさそうだ。そこから BOW が来ているとなると、シャドルーが動いている可能性があるのか。チュンリーたちが危険だ。この場を乗り切って合流するぞ。 BSA。 追いかけた後は。追いかけられるってわけ。いい加減にしてほしいわね。おお、コスモス一応ちょっと派遣しといてよかったな。2人相手にするのはさすがにきつい。デミトリーを戻すか。上は上で敵がいっぱいいるな。3800、余裕だな。硬いね、やっぱり。3回かかったか。
戦闘終了。よし、14レベル。あれ、複数攻撃できるやつって誰だ？このメンツでいくと。今度は4300ってね。やっぱり削りきれないな。弱いな。多分武器を装備してないんだな。おお、来た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 。いでー。まずはこいつを倒すから。どうしよう。こいつあれだな、複数攻撃持ってんな。ロックマンはない。アリスレイジも持ってないから。あとドットハッカーズは、ドットハッカーズも持ってないのか。この子はない。一人で頑張るしかないか。行きますよ。じゃあ、私がやるね。まあまずこいつを倒そう。攻撃力が弱いからな。で、なるべくこっから行きたいけど、ちょっと減ってるな、状態異常。バイタルスターを1個使うか。 10% くらいだったら始めるよ。ブロッカーズ、そう、私頑張ってみるから。相手見せる。皆さんご一緒に。いきなりトラッシュ。ゲージが溜まってるからな、本当は使っていきたいんだけど、効率よく使える相手がいない。アリスレイジで。やばくない？ロックマンがこいつを倒せば、 X に風魔衆の夏天山風車、そしてグラークマン消えちゃった。ジェットセイブで決めな。先生どこかで見てて。モルトラシャハジショット。オッケー。あの荒神にまた君の助けを頼っ、多分与えられるでしょう。これさ、このマスを合わせるのが難しい。わしが切り札で69000あるから、肩をつけるぞ。気絶をメインに行こう。気絶してくれ。ビッグの術で締めくくります。任せてくれ、俺たちが気絶はしなかったか。これは反撃食らうな。きたー。おお、半分くらい減ったか。半分以上減ったか。アバドン、アバドンは攻撃してこないね。まあこいつはこれで終わりでしょう。こいつ経験値くんねんだもん。楽しかったし。あ、くれた。レベルアップした。90% か。どうする ?X と0だったら攻撃いけんな。ここは私にお任せしよう。どっか行っちゃったよ。これで決めちゃうからさ。あらはがき。これ使おう。よーし、気絶した。これ次倒せんな。あ、こいつら2人残ってたんだ。しかも来たよー。防御しよう。これは防御しないとまずい。おお、防御してこれか。
うん、来るね。防御と、まずはこのアバドンを倒す。ブロックはなし。ターゲットが小せえな。リバースナックル。抵抗しないで。おーい。危ねえ危ねえ。これを。え、全然ダメージが当たってない。なぜだ。蹴り抜く焼夷弾狙う。結局はこいつに頼るわけか。くらえ。どういうことだ。急所を外したように。まあ気絶してるから。コスモスで。私ですね。なんとかなるかな。これを使うか。ほい。これを。ほい。倒せるか。とりあえず援護は両方入れとこう。おいおいおい。おお倒したか。なんだ。防御力が高いってことか。解除完了。アバドンの撃破を確認、間に合いましたね。うん、やっぱりアバドンはしっかりと仕留めておかないとね。え、何もらった全然見てなかったんだけど。じゃああとはちょっとアイテム回収に行くから。どうするかな。 XP を、あー、これ使っちゃおう。ジェイドジスト。こんなアイテム使っちゃって大丈夫か。で、倒せるかな。24,000。すーげー不安が残るなこいつ。まあいいや。もう俺と X ならば柔らかくしなやかに。コリをほぐしてあげるわね。まずはこっちよいしょっと。シャドブレイ。いや無理っぽいな。12,000、2,700、1,400。残ったか。じゃあ誰で倒すかな。こいつらは15レベル。カイト、カイトでいくか。私がついてるから。オーケー。いやーいいよもう。意義あり。確かに意義ありだよもう。なんで攻撃するんだ。消えてった。し損じましたか。観音師は倒しておきたかったですが。観音師というのは敵の指揮官的な存在なのかい。うん、そんな感じ。できるだけ数を減らしたいんだけどね。ま、追っ払えただけよしっしょ。そうですね。今は状況をクリアにすることが先決です。アイテムを取りに行くことが先決だ。ま、適当に。で、こいつはちょっと、援護に行かないとな。私が。BOW が。いや、でもこいつらが援護に行って。戦力になるか。これは。で、あの1匹を残しとこう。 95% だからとりあえずは大丈夫だな。で、ここで105になったか。うわー、 あそこにもいたか。さてどうする。合流した方がいいか、まあ、こいつは取りに行く。始めるぞ。そうだな、合流を目指そう。こいつはアイテムを取りに行こう。で、 X とドットハッカーズはこいつらの援護。来るねー。これは完全防御だな。無駄無駄無駄。応戦しないと。そろそろ一体排除にかかるか。こいつをぶっ倒す。
ぶっ倒せるか、レイによって。あ、倒せる倒せる。こいつらはさすがに倒せんな。少しでもポイントを稼ぐ。これお金っていくらもらえてんだ、全く気にしたことなかったけど。封印されているんで、ほい。で、ヒットポイントは減ってるんで、さてどうするかな。まずこのアイテムを取ろう。ほい。おお、強化パーツ対物理装甲、なんか強そうだ。ここに置いとこう、すぐ攻撃ができるように。コスモスで、ぶん殴っておいていいかな、どうだろうな。ブロックありか。気絶メインで攻めるか。もう誰も傷つけさせない、これで終わるぞ。気絶するのかなこいつ。体勢を見とけばよかった。気絶はしない。うおー、封印されたか。ちょっと体勢を見よう、こいつの。これじゃなくて、ああでも、ああ気絶無効か、ここで見るのか。毒気絶無効ってことは崩しは通じるってことだな。コンビネーションで仕掛けるぞ。あ、間違えた。援護は俺がやる。先にブロックを外してこなきゃいけなかったんだ。特別性だ、よく味わいな。崩せ、崩せば、あ、崩した。反撃は食らわないと。おーら、まあただ次攻撃されるのはしょうがない。こいつらは来るか。防御。おー来るねー。防御。ちょっと待ってあ、そっか、別に反撃は殺さないからね、ああいう。結構長えな。アイテムも使いましょう。ヒットポイントも一回回復させておくか。ちょっと行動開始します。攻撃できる？できないか。こいつらさ、来る前に肩がつくんじゃないの？そんなことないか。分かりました。崩しでいきたいから、横から。でこっちになっちゃってる、ターゲットが。まずは出鼻をくじかないと。いい流れできてるよ。そこだ、足を止める。うちらの集中させる。涙流れる。狙う、ターゲットロックオンだ。発射、格闘戦だ。上だ、パンチ地雷。落ちろ、殴り倒す。そこか、くらえ。殴り倒す、上だ。ダメか、叩き落とす。全然減らねえな、普通の攻撃は。これは反撃されるぞ。来たー、いって、死んだー。1万とか、マジかよー。よみがえらせよう、蘇生で。なおかつ、もうチョコレート食おう。チョコレートごときでさなんでだ。ブロックを解除しないといけないから。よし、いいね。こいつあのロケットランチャーなんだ。もう誰も傷つけさせない、これで終わる。あ、そうか、気絶はしないんだった。威力の高いやつで攻撃しとけばよかった。1900、当たるか。当たったな。 OK。 いや、これはロックマンとドットハッカーズが来る前に肩がつくな。古い BOW とつるんで遊んでるんじゃないぜ、ウスタナク。
迷惑をかけるのは自分の時代だけにしておけよ。なかなかかっこいいことは言ってんね。あとはアイテム回収があるからな。これは普通に温泉しなくていいんじゃね。3200 アリスレイジ、あと何ターンかかるこれ。もう3、4ターンかかりそうだな。4ターンはかかんないか。3ターンくらいか。うまくいけば2ターンでいけんな。50%50% か。ウスタナクじゃなくて、こっちはネメシスか。ネメシスの、毒無効、気絶無効、崩しも無効か。マジか。了解。なるべく後ろを取りたいな、そうすると。これ横でしょ？援護は俺がやる。逃がさん、まあ、ブロックはね、そんなに硬くないんで。てか、防御力めっちゃ高えな。こいつの扱いは慣れてるんだな。ここからよ。打ち抜いてみせるぞ。戦闘へ。リバースブック。抵抗しない。吹き飛べ。チル。かわいいわね。飛ぶ。吹き飛べ。てか援護攻撃が弱いのか。おいレオン、ちょっとしっかりしてくれよ。よーし。まずブロックを外す例によって。この援護は強えな。なんでだろう。ここは援護しちゃいます。もう誰も傷つけさせない。着手同時に最終局面。よし、いった。リーテネリサー終わりにします。15,000。次のターンで決まるな、これ。うわ、ただめっちゃ食らった。こいつらはもう行くまでもない。攻撃をしとくか。相対距離を確認。シノブレード気づきしかない。なるほど、このタイミングね。あと1万。まあ普通の攻撃でいけそうだけど、回復はしておくか。念のためバイタルスターが3個使おう。そうするとあと面倒なのは宝箱回収だな。反撃しちゃっていいよね。 75% だし、少しでも削っておくか。うまく飛び込めればいいが。あれ、こいつパワー回復してね。もしやそういうキャラ。よく眠りなよ。終わっていないわ。ヒットポイント回復を持っている、そんなやつがいるのか、この世の中に。見てみよう。ギア、追跡者のコート、一応装備してるんだね。特にそういったことは書いて、あ、書いてある。ヒットポイント回復賞。なるほど、ヒットポイント回復台もあるってことだよね。とりあえず誰で倒すかな。そうすると行きますよ。横から攻撃を仕掛けるか。クリス、タイミングをキャンセルは。いいね、こいつのブロック解除能力も高えな。剣と召喚術で助けます。もう誰も傷つけさせない。先天突破。殺したな、OK。コスモスをこっちに派遣したのは正解だったな。一人だったらマジ無理だった。うおー、さよなら。着ぐるみちゃんとはまた別の怖さだったね。あれは過去の時代の人間なのですか。人間だったものだ。荒神よりも立ちが悪い人が生み出した悪夢だ。
それをこの時代に持ち込んだのは誰かということが問題になると思われます。動けないよねもう。ほれほれ、おーし、見つけたぞ。回復状回、このために俺はここまで動いてきたのか。じゃあ最後こいつを倒してこのマップも終わり。おーという断末魔のもとに。結構かかったな。やはりここは荒神が現れた未来か。前回の事件からこちらではさらに3年が経過しているようです。ややこしいな。だが地元のゴッドイーターと合流できたのは頂上の至りだ。動きやすくなる。ああ次にどうするかだが、シエルって子が上からの指示を仰ぐそうだ。少し待とうぜ。あらもう一人の裸の子は。ほらほら大丈夫、焦らなくても人数分あるよ。これがオーディンパン。おでんですよワルキューレさん。日本の食べ物だけどパンで挟んだことはないな。これは和洋折衷って言っていいのかな。縦と横どっちから食べるのが正しいわけ。気分次第だよ、基本的に縦だけど。これは食材次第では分けるかも。静岡おでんだったらさらにうまくなるのを、だし粉をかけるんじゃ。へえ詳しい、昔はそんなのあったんだ。縦から食う場合串はどうなるんだ。つうか変なもん食ってる場合じゃねえだろ。博士龍騎1号はどうなってんだよ。イグニッションキーも戻ったし、いけるけどすぐにでも。今チュンリーさんたちが戻ってきてくれるとタイミングがいいんだけどね。次はあいつらの戦闘か。皆さんお待たせしました、ご報告が。待望のシエルさんが戻ってきました。果たして連絡はついたのでしょうか。はい、皆さんをフェンリル極東支部にて一時保護するということになりました。よかった、落ち着けそうだね。ただ一つ気になることが。旧居住区通称食材の町にて金色の鎖のようなものが確認されたということです。金の鎖だと、あれがここにも。え、知ってるの。今さまざまな時間や世界に現れているものだ。俺たちの時代に組織が関わっている。ネメシス T 型がいたということはシャドルーがこの時代に。オーマもいる可能性がある。チュンリーたちが危ないかもしれない。じゃあみんな龍騎1号に乗って、おっぱいと裸の2人道案内。なんてなんてネーミングセンスだ。シエル・アランソンと光月ナノです。ゴッドイーターキャラがじゃあちょっと仲間になったので見ますか。いっぱいいるな。特殊部隊ブラッド副隊長シエル・アランソンです。シエル・アランソン、特殊部隊ブラッドの光月ナナだよ。なるほどね。ブーストハンマー。というところでじゃあ第16話はこれで終了したいと思います。